幹線、うん、1時間間違って早かったって言われて、まだかよ、まだかよ、まだかよ、あれはあれした赤編、赤編、第29回ですね。29回迎えることができました。ハサミいるな。来月は30回、まあなんとね、30回も続いちゃいました。皆さんお変わりございませんか。はい、暑い夏がやっと終わりましてね、まあ、朝晩冷え込んで温度差も激しくて体調を変えられない時期になっておられましたけれども、硬い今日もね、チョコレートやろ、なんかこう普段とこう咳の位置が変わってるなというふうな気はしますけれども、まあまあこういう時もあるかなと思いますのでね。おかげさまで11月もいっぱい、12月の忘年会昼間の方はいっぱいになりました。夜の方がまだ若干空いてますけどね。でその後1月、もういっぱいでございます。2月もいっぱいになって幕内にちょっとお店に入りました。あとはもう3月になっちゃいますけれども、こんなにね、まさか毎回こうやって続くとはね、私もね、思わなかったんですけど ね毎月俺がこうやって出てきて喋って歌ってって何が楽しいのかなって夜明けへんな、季節柄ね、いろんなところで発表会大会、目白押しでございます。もう僕もなんかね、あちこちこう呼ばれていくんですけれど、今ね、最近僕ずっと言ってることがあるんです。歌は楽しく歌う、自分が楽しく歌ってないと周りの人が楽しくないんですよね。それはね、もう歌う方にね、依存することなんですけど、とにかく下手くそでもいいから楽しく歌うとね、下手くそが下手くそじゃなくなっちゃうんでね。今日もそういう中でですね、下手くそに歌っても構いませんので難しいな、歌うの。いや、はい、いつも通りお約束、1曲目必ずご挨拶して、何か、最近の自分、思うところ、体験したこと、感じたところ、お話しして、お名前を名乗っていただきましてですね、歌っていただくというふうな流れで、いきますので、よろしく、ご協力をお願いいたします。こんにちは。ちょっと狭いところも入って私の方は月に3回ほど会をやっておりまして、こちらの方で歌う会をやってまして、もう一つの会はもう限定役員というか限定会員ということでですね、やっておりまして、あと2つは夜カラオケとお昼カラオケを毎月、やっております。最近はちょっと人数が少ないこともありますので、またご案内させていただきましたらよろしくお願いしたいと思います。はい、それではお願いします。はい、バラの日にマイナス1で入ります。星空は
の日のままキラキラと輝いて永遠を誓い合う日々を今も照らしているあなたは気まぐれ私は黄昏涙も枯れ果て眠るだけあなたの心に愛は壊れ果て私の体を包むのは帰ってすぐに来て、で下の子の旦那のお父さんとお兄さんが今日姫路から大阪まで歩くとか言って、でもう昼ぐらいに仕上がっていたのかなと思うんですけど、で向こうの旦那さん お父さんは幻のロシアオリンピックのロシア大会の代表選手でしたから、まあ、走れるんだと思うんですけど以上です。はい、疲れてない。大丈夫。はい、じゃあ入ります。渡月橋です。晴れる日願って川の流れ
今この瞳に映し出す彩りゆく季節越えてそう覚えてますかねえいつになったらまた巡り会えるのかな会いたい時に会えない会いたい時に会えないこの胸を焦がすのからくれが耳つづく時君との想いつなげて川の流れに祈りを込めて I've been think about you喋るのもものすごい緊張してます。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、はい。トルトレインを聞かせてプラス4で入ります。ここはあの頃よく来た
れ。3回目です。あのなんか皆さんね、お上手な方ばかりでいつも勉強させていただいてます。今日もまた緊張しますけど頑張って歌いますので、よろしくお願いします。はい、曲の方は1回の受験で全部でそのまま入ります。Thank you.
魚育ちのヒーローはちょっとうるさいんですけど、この歌を歌うと私は自分が元気になります。よろしくお願いします。はい、主役のヒーロー、マイナス2で入ります。シャドウ愛を知らない野良犬の目で言い訳しながらやめていったやつ、総裁までも諦めちゃねえ。はい、よろしくお願いします。名前のない空を見上げて民謡で元気でよろしいですか。はい、行きます。
続きまして、ね、こんにちは。今日は1時間も早くお店に来ちゃいました。ご迷惑かけました。今日も一日よろしくお願いします。間違えちゃった。もうええの？
じゃないよ。もうちょっと喋ろうよ。あ、もういいの。名前言うただけ偉いで。はい、じゃあ桜毛峠元気で入ります。かわいい。
坊主のまとけん。ねちぼうじさん。いつからなったん？だいぶ前からなってます。悪魔や。こちらや。悪魔やん。怖いかも。いや、角ですね。こちら、角。あら？マイク入れてね。もういい。もう来週からしばらく鹿児島にクラス会で、しかも中学校のクラス会ですね。60何年ぶり。じいちゃんばあちゃんどんな姿になってるか、楽しみに、再会を楽しみにしてる状態です。まあまあお土産買ってきますね。ありがとうございます。はい。次の秋が来るまで、プラス5で入ります。Thank you.
次の秋が来ました。ここは未来までしたわ。すいません、まだこの歌歌い始めて2回目なんですけど、聴いてください。はい、母へ来月1年入ります。
続きまして、美咲ちゃん。ありがこんにちは。今日は鎮座院みたいな衣装でございます。あのピエロに交際していて願って2年ぐらいになるんですけど、縁のなかったあの阪急神戸線がなんか最近好きで、昨日春日の道っていう駅におりまして、初めておりまして、で来年は宿賀の桜をぜひ見に行きたいと思っています。よろしい？心のギターの森田入ります。心のギター泣き虫
私は秋になるとこの歌が絶対歌いたいです。はい、聴いてください。知らないな、はい、ゼルキーに入ります。こんにちは、キーの設定って難しいんで、もうほんまにね、1行目が全然合わない。もう線が入ってる上をずっとなぞってる感じの、変な歌なんですけども、なんとかプラス1で歌うように決めました。いいです。
これ、もともとついてるやつ違うな、つけたけど似合うな妙に似合うなもともと買いとけはい、大阪の人が入りますプラス3が入りますこけて顔から半分も腫れ上がった。でも
の足がまだちょっと痛いんです、はい、でも立ってるのがちょっと精一杯ですので頑張ろう頑張ります、はい、一夜やのマイナス1シリーズ来年の2月の8日に入れるんですよ。
先日はインターメント交差講師で認知症認知の機能検査見事報告しますので、まだ3年ほど運転ができるようによろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。久々その頭がもともと目合うのがあるから、いや、経の話ですよね。はい、それで何が良い。はい、安らぎが怖い。
声が出ないので心配です。咳が出ない。大丈夫？大丈夫でしょう。邪魔なしですね。はい、すいません。Thank you.
歌い始めて10年ぐらいなんですけど、ほぼあちこち、ね、歌いに行くと、
声をかけてくれる人が増えました。なんとかね、心がね、ボロボロとする巻きです。そっちじゃないのはい、ハートをかけてる。はい、30日に予定があって、ちゃんと自分では認識そうです。その後30日舞台に来ませんって言われて、あ、いいよで、自分の中で、ね、その30日と30日が同じ日やというのが認識全然できてない危ない状態で、それが9月だけでね、3回ダブルブッキングがありまして、当日の前、1週間ほど前に気がついて、片方で謝り倒して、なんとか事なきは得たんですけども、ちょっと最近、認知が危ないんちゃうかなと思う、今日この頃です。じゃあ、よろしくお願いします。はい、あなたはこの機会入ります。美味しいです。
酒を直に飲ませてください。体が少からとろけるように少しずつ、あなたの想いを私の中に注いでください。本当の恋に今目覚めます。酔った女はお嫌いですか、私なんかじゃ迷惑ですか、へへへへへへ。一目もらう一目もらう、信じてお願い、可愛らく可愛らく歩みかけ。あなたを届きたいの。これからも吐息をそっと移してください。心の底まで染み込むように柔らかく、あなたの力で私の殻を破ってください。知る気で愛を受け止めましょう。酔った女はお嫌いで、私なんかじゃ退屈ですか、へへへへへへへ。一目惚れ一目惚れ、分かってお願い、何もかも何もかもありうがまま。一目惚れ一目惚れ、ただ泣けてくる私、あなたを口説きたいの。酔った女はお嫌いですか、私なんかじゃ退学ですか、へへへへへへ。一目惚れ一目惚れ、信じてお願い、たわいなくたわいなくあくびかけ。一目惚れ一目惚れ、もう止まらない私、あなたを